はい、どうも、カゴタスです。ご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっとまあ5月に入りまして、戦いドリームチームの方も4周年まであと1ヶ月と、なりましたね。はい、ということで、昨年の3周年のキャラとか必殺技、まあ、こういったところの振り返りと、あと4周年で、どんなキャラとか、まあ、技が出るのか、とかですね、あとはですね、個人的にこう面白いなと思うような、ものをちょっとピックアップしてお話ししていきたいと思います。はい。まあ、一発目なので、まあ、今後ちょっとね、時間があればまた、やっていきたいと思いますので、まあ、後ほど、コメント等いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、まず、そうですね、いろいろと、シリーズもありますが、昨年の、3周年で言うと、ライジングサンの、代表のキャラが、続々と出ておりました。はい。で、なんとなくですけども、やっぱり新しい技とかを考えると、今年もなんとなく、ね、ライジングサンのシリーズから出るんじゃないかなというふうにも思ったりしています。はい。でまあ、後々のシリーズでね、ちょっと紹介していきたいと思いますけども、まあ、目玉は翼くんだろうと。はい。昨年、美咲くんが、ハイスピードトルネードスカイアルファ出てきた際に、まあ、翼くんでも実装されるのかなって、なんとなく思ってたんですけども、結局ね、1年出てきませんでしたので、まあ、はい。地上シュートで出て、来るんじゃないかななんていう予想を、ね、したいと思ってますが、はい、これはちょっと今回は触れませんけども、はい、やっていきたいと思いますね。はい、で今回取り上げていくのがですね、まあ、ちょっとボリュームがありますので、まあ、このライジングサンの中でもちょっといろいろとこう試合ごととかで見ていきたいと思ってまして、今回ご紹介するのが、マドリードオリンピック前の最終テストマッチとして、オリンピックメキシコ代表と、まあ、日本代表ね、対戦しておりますので、ちょっとそこの試合の内容から見ていきたいと思っております。はい。で、今ね、画面出ているのが、エスパダス君、おなじみのね、ゴールキーパーですね。はい、となっておりますが、はい。で、まず、こちらです。はい。昨年の、3周年で出てきた OA 枠、オーバーエイジ枠のメキシコの英雄、ウーゴ・ラミレス、33歳。ありますね。はい。昨年ね、急に出てきましたけども、まあ、実はこれ以外に、メキシコは、オーバーエイジ枠で2人、ね、まあ、合計3人全ての枠を使っているようですけども、フォワードのサラスという選手と、ディフェンダーのマナティスという選手、の計3名がオーバーエイジ枠で選出されているとなっております。はい。で、さらに、まあ、これはね、オーバーエイジ枠ではないがとありますが、ゴールキーパーのエスパダス君が、プレミアリーグということで、イングランドですね、のプレミアリーグのエバートンでプレーしていますとなっております。はい。まあ、実際に、クラブチームとして描かれているシーンっていうのは、ないんですけども、まあ、今後ね、まあ、最近もあまりこう試合中に描かれていないキャラが、ゲームの中に登場しているケースもありますんで、ちょっと今後期待したいと思います。はい。で、まず、取り上げていきたいのがですね、はい。個人的にこんなのどうですかねっていうところで、まず、まあ、ここはね、翼くんがドライブショット打ってるシーンですけども、はい、ここから、エスパダス君がね、対峙していますが、こう実はあの特訓を思い出せと。ちなみにここ、ガルシア君、アルベス君、ロペス君ってね、ワールドユース編で、アステカの太陽の選手として登場していたうちの3人が私服でいますけども、まあ、実はワールドユース編の最後にもね、ガルシア君なんか語ってましたけども、ルチャというね、メキシコのプロレスにあたるものなんですかね、に、転向するということで、まあ、サッカーからはもうね、足を洗ってというか、まあ、引退しているような感じですかね。はい。で、そこのなんか特訓シーンということで、まあ、エスパダス君が、ガルベス君のボディープレスにこう、なんかやられてたりとかしてますね。はい。
で、カルシア君は、肉体と肉体をぶつけ合う筋トレが、はい、ね、器具を使う筋トレよりナチュラルな見せかけじゃない筋肉が作れるんだと、はい、ありますけども、これね、ブレンバスターとかやったりしてます。でさらに、ロペス君とアルベス君ですね、はい、コーナーに乗っかって、でここから、ダブルダイビングボディープレスとかねやってます。で、エスパダス君がなんかこう思い起こすような顔をしておりますけども、でこの後実はねキャッチをしていますと、はい、ダイビングキャッチで、ドライブシュートをね、止めてますけども、これ何取り上げたかと言いますと、あのタイムアタックミューラー君の幻のキーパー伝説って、あれも特訓のシーンですよね、はい、まあ、あれはあの、ジュニア優勢編の、特訓のシーンですけども、まあそれと同じような感じで、なんかこんなのあると面白そうだな、で しかもなんかねドライブシュートこれ完全にキャッチしてますんで、すごい強そうだなと思いましたので、ちょっと取り上げてみました。まあ次回のね、タイムアタックが、レヴィン君の、あの女神像を破壊するシュートというので、もうねディスコードへ出てましたんで、まあその後とかどうでしょうというので、ちょっと取り上げさせていただきました。はい、続いてのシーンですが、こちらはね、最近の、いろんなキャラの紹介動画でもよく取り上げてますけども、最近ゴールキーパーのオーバーラップっていうのがね非常に多く描かれています。はい、今回はねここエスパダス君が、先ほどのシーンの続きになるんですけども、オーバーラップしてます。はい、あとはね、若林君が、ハンブルグ対、バイエルンの試合でもやってましたし、あとミューラー君がね、ブラジル戦でオーバーラップしてるというシーンも取り上げましたけども、はい、まあ、実際にゲームの中でね実装するにはちょっと難しいかなと、バランス崩れるのかなとも思いますけども、はい、最近ねこんなシーンが多いなということでちょっと取り上げております。はい、で、先ほどのシーンから続きになりますけども、エスパダス君が蒼井君の、ね、タックルをジャンプでかわしますと。で、そのまま前線にね、ロングボールを出しておりました。はい、で、ここには続きがありまして、で、ここはあの昨年の、3周年キャラの振り返りになりますけども、スアレス君とサラコサ君が反応しておりますと。はい、ね、で、ペナルティエリア内にセンタリングのような形で上がっていて、で、これを、この2人が、ジャンピングボレーツインシュート放っております。はい、で、ボールがブレてますとありますが、ここ、はい、昨年のキャラで、サラゴサ君とスワレス君、はい、でそれぞれメイン技でジャンピングボレーツインシュートねありますけども、この試合で放っているというシーンとなっております。はい、ちなみにこの2選手は、宝箱のキャラクターですね。はい、でちなみにあのシュートは若林くんなので、はい、難なくキャッチをしていますと。はい、といったところです。続いて気になったシーンです。ここはちょっと一コマですけども、まあ、よくあるね、狂気キーパーがいる場合に、必殺シュートの応酬をしているようなコマになってますけども、まあ、ソーダくんのカミソリシュート、石崎くんに関してはロングシュートとありますが、美咲くんがスライダーシュートとあるんですね。で、これちょっと記憶の中では、美咲くんってスライダーシュート打ってるイメージがなかったんですが、どこかになんか打ってたっけかなっていうね、ちょっと思ったシーンでした。はい。もしね、ご存知の方いらっしゃったらコメントといただければと思います。はい。で、さらに、これは、先日、ライジングサウンド松山くん、ドリフェスのキャラで、登場してましたんで、ちょっとご紹介動画あげましたけども、そちらでも取り上げている、シーンとなっておりますけども、松山くんのイーグルショット、はい、で、ここのこれですね、スパダスくんの絵が、昨年登場している、まあこれはあの工場のスパダスくんですけども、長反のキャッチ、まあこれね、登場したばっかりの時非常に強くて持ってなかったんでね、欲しいなと思ってたんですけども、はい、こちらのね、
シーンで、なおかつ、これキャッチしてますけども、これがまさに長半のキャッチのシーンということで取り上げました。はい、次ですが、今度は日向君の、直線的ドリブルを、仕掛けているシーンとなっておりますということで、ここは単純にこれぐらいなんですけども、実際ここは、実はですね、はい、日向君実はこう2人のディフェンダーに阻まれてしまっていたんですけども、翼くんがその後ボールを拾っています。はい、で、メキシコゴールに、向かってドリブルをしておりますが、これね、何名かかわしてます。で、どうやらこれは南米式ドリブル。よいしょしょ。これですね。南米式ドリブルということです。はい、で、2人のディフェンスをかわして、で、このオーバーエイジ枠のマナティスさんが、止めにかかっております。でこれどうするのかと言いますと、エスパダス君は間違いなく翼は勝負するとありますけども、マナティスが、スライディングをしてますが、翼君こう両足で、ボールを挟んでこうひねりながら、体をひねらせながらジャンプでかわしてます。はい、でそのまま、オーバーヘッドキックの構えをしておりまして、でオーバーヘッド、しております。殿下の宝刀オーバーヘッドと。はい、でこれに関しても実は、スパダス君がなんと、読んでましたということで弾いております。はい、でただこの弾いたボールに対して2つの影子、これは当たりますが、ここで登場するのが、日向君と若島津君2トップですね。はい、の、ジャンピングボレーツインシュートというのを放っております。はい、キラ監督がうるっと来てますけどもね。はい、でただこれもエスパダス君が反応しております。はい、やっぱりエスパダス君すごい強キーパーですね。はい、で、ただこれのシュートに関しては、威力が強いので、そのままボールが弾かれていって、どうなるかと言いますと、ゴールバーに当たっております。ノーゴールですとありますが、葵くんがダイビングヘッドで先取点を奪っているといったシーンです。はい、でちなみにここですけども、若島津くん3周年の、フォワードのキャラとして登場している若島津くんですが、このサブキャラ、あ、サブキャラじゃない、サブ技がジャンピングボレーツインシュートとありますけども、まさにここのシーンを描かれているということですね。ここですね。はい、となっておりました。はい、でちなみに、スパダス君は今のシュートの連発浴びていまして、手から流血をしておりますと、というのもあって、それ以降は試合のシーンが描かれておりませんでしたが、エスパダス君は無念の途中交代で、日本が 8-0 で快勝、激勝しておりますといったところでございました。はい、ということで、今回に関しては、テストマッチのメキシコの、オリンピック代表との試合を取り上げましたが、はい、この、前半のごく一部のシーンまでしか描かれてませんけども、それだけでもそれなりに、ピックアップしやすいキャラクター、技ありましたので、はい、引き続き、ご紹介をしていければいいかなと思っております。はい、で、次がですね、カメルーンと、スペインの試合なんかがあったりしますんでね、ちょっとそちらも少し取り上げさせていただいたりとか、あとはね、続きで言うと、オランダ日本戦、あとはアルゼンチン日本戦とかありますので、ちょっとこういったところも時間があればやっていきたいと思います。はい、ということで、今回これで終了したいと思います。はい、よろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。